はい、ただいま5時21分、あ、6月14日の5時21分です。はい、草刈り途中なんですけれども、次ここの田んぼやろうとしてますが、これあのここがですねちょっと詰まって、水がね溢れておりまして、これをですね詰まりを取りたいというふうに思います。それでですねここの、水はですねこちらの、こちらの今あのちょろちょろちょろっとこう水が出てるここの穴からとつながってるはずなので、ちょっと今ですねまずはあっちからつっついてもらいますが、どんな感じになるでしょうか。さあ今つついていますが、水がどれぐらい出てくるか、どうですかね。どこは入り口かわかんない。あ、入り口がわかんない。入り口付近で詰まってる感じですかね。
ここで当たってますね。確かにここだと思います。いや、なんか今日普段どういう感じか見てないんで分かんないですけど、まあ、見てないと分かんない。まず入り口にこのパイプが刺さらないことには。じゃ全然あれだ、俺手を使うんだから邪魔しい。あーやだよ、邪魔の水冷たいな。どんで入れないといけないんだけど、大変だ。かなり深いですかね。確かに泥ヘドみたいな全部ちょっと長い長いでもちゃってますね。こっちもある。両方ともあれとんがってますかね。はいはい。わかります。我慢ができない。意外と続けたら多分大丈夫。うん、泥で埋まってるのかな。だからそこの石の、はいはいはい、採石物はだいぶあります。くぼみが穴なのか、それともその下に泥の下にあるのか。はい、でもこんな感じなかった。あ、でも、あ、これがそう。確かにこれ、入ってないと思うんだけど、うん、パイプ合うんだけど。これ下にあるってことですか？可能性もありますよね。この石の。これがなんだろうな、ちょっと。なんかでっかいのが、こういうので詰まっ、入り口付近が詰まっていない。入り口が塞がってるだけだったらいい。ああ、そうそうそう。強すぎますね。全然耐えられないですね。でも、洋服は濡れて後で下がるんですよね。氷にですね、そういうことです。ああ。ちょっとじゃあ後でちょっと自分もなんか覚えがあるんでちょっと交代しましょう。ちょっとじゃあこのカメラを固定してもらっていいですか。でも なんでこんなにことになるんだろう。こんなドボドボっと作るようなわけでもないと思う。なんか一気に土石流みたいなことになるよね。ここの、あ、でももう見つけてないですね。これでも届くんだったら本当逆からやった方が多分わかりやすい。ああ。もう届かない。もうちょっと長いの持ってくる。これ詰まってさ、もう水かけないですね。そうですね。なんか、なんか、いらないし。そうやって、ここ止めれるんですね。まだ水が必要なんですよ。どうぞ、入れたらいいですか？うん、なんか、全く、いいだろう。これって長さどうですか？
怖いなと、うん、足りないですね。ちょっともうちょっと長いの持っていくのか。リズムだったら相当詰まってると思いますね、長さ的に、うん、表面だけだと、椅子とかだったら表面だけだと、あ、でも確かに、もうここしか引っ張りがないのもきついわ。これでやっぱ超音で引き合っていくよ。この下にあるって考えられないですよ。この隙間しかないですよね、この隙間に。ちょっとずつは来てるから、全くは触ってないですよね。うん、手順だったら流れる気がするんですけどね。これだけ流れてれば。あ、でもほぼ止まってるんですね。流れてこないですね。じゃあこっちからちょっと立ってみますかね。境界の、分かってて。これ以上いかないかな。これ以上いかない。いく？ああ。じゃあ本当根元の方だけってことですね。うん、根元っすね。やっぱこっちがやったら良さそうですね。これを3人で置けば。あ、かなり強くなった。今詰まってる？いや、これ。さっき短いやつ入れて、相当まで入ったんで。あ、入った。手前ではめっちゃ詰まってます、ね。なんかすでに。え？どうしたかね。多分なんか引っかかっただけじゃない。うん。つなげるの。当たったかな。当たった。多分あの、お、なんか水の流れようとしますよ。お、よっしゃ、来た。来ました。映ってますかね。映ってたと思うんですけど。暗くて露出が。暗くてはならない。今は大丈夫。大丈夫、映ってます、映ってます。あ、映ってました。流れます。さっき溢れてたのが、はい、おお、すごい勢いで減ってってる。減ってますね。でかいものが詰まってる。じゃなくて、あの気持ちいいですね。あれがバーッと出てくると逆からつくのはいいんだ。そうです。入り口がわからない場合はもう逆からつくしかない。うん、確かに。あ、早い、一気に上がった。あ、こういう風になって、うん、コンクリートだから、もっとわかんない。あ、この下の、下なのかな、どうなの。どこがあれなんでしょうね。確かに。なんかよくわかんない。よくわかんない。手を掴んでも全然わかんない。重みのところの中だと思うんですよね。早かったですね、持ってきたら。つつくやつ。まあ、これで OK。はい。じゃあ、止めます。いや、なんか手で触ったところ、多分泥が堆積してるんじゃないかなと自分は思ったんですけど。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。涼しくて良かったのと、まあ今暑いですけど、まあ途中詰まったのを解消したりして休憩が30分ぐらいあったので、まあ楽に終わりました。まああと普段よりも1時間か30分ぐらい早く、あと今から作業が肉体労働が待ってるので早く終わりました。以上です。はい。まあ自分が管理を担当している田んぼで、詰まって、しまったんですけども、2人いたおかげでスムーズに、原因とアプローチができたのかなと思ったんで、帰ってありがたかったなと思います。はい、はい。今ですね、後でも言いますが7時半で、まあ、かなり早めに終わったんですけれども、実はまあさっき山口さんも言いましたけど、この後ですね、うちの私が個人的に管理している田んぼの農道が土砂崩れになって、前動画もちょっと1個上げたりもしていると思うんですが、そこの復旧作業をですね、山本さんと私と山口さんの方でちょっとやることになりまして、それがまあ9時からなんでですね、ちょっと早めに体を休めてそっちに行こうと思っております。で、最近ですね、ちょっとこの草刈りの動画でこう限界集落再生のストーリーをこう言ってきておりますけれども、ちょっと編集がかなり大変なんで、テロップとか入れ、テロップというか字幕とか入れたりとかですね、しかもこの字幕をですね、一応英語と中国語に翻訳、まあ翻訳ソフト、翻訳のなんていうか自動翻訳でできるやり方でやってるんですけど、まあそういったちょっと若干の手間暇もかけてますんでですね、これの頻度をですね、まあ週1回から2回でちょっと昼間の、いろんな作業とか時間の空き具合に合わせて、まあそのペースでちょっと、まあやりたいと思いますので、この動画はですね、ちょっとそういうナレーションはなかったんですけれども、まあそういった形でちょっとやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ちょっと田んぼで終了時刻取るのを忘れたんで、現在、今ライスセンターに戻ってきましたが7時39分ですね。田んぼで、まあ最後の言葉を言ってた時は7時半でした。はい。